笑って
俺はあんこが好きだぜ。
ガイダー、ジョリー。はい、そして一番向こうで、ブルサープ、ヨウジ。はい、そして、ギターの、覚えてない私、ちょっとごめんなさい、日本語が読めない、ちょっと待ってユキヨウ。そして、真ん中のボーカル、ヤムチャ。アイドルの、チェリーパンチです。私の国ではこのちょっと教師っていうこういうのがいますけどね、私の国ではちょっと違うか。アイドルと言われるんですけど、うんちとかするんですか？うんち。うんちはしないの？あなた日本語話せますか？あ、私はちょっと難しい、うんち、うんこは出ない？聞いたことない言葉だけど、アイドルだから多分出そうじゃない？出ない、なんか出る、出ないの？なんかこう出るでしょ？出る？あ、出る、出ることもあるかもしれない。出ることもある。出るのはホルモンぐらいかな。それはない、出る、どういう時に出るもの？ご飯食べての後とかにこう朝起きた時とかにこう出るもの、出ないの？ああ、出る出る出る、あ、出る、ね、何が出る？お菓子お菓子、何が出る？聞いちゃう。茶色よくみんな食べるよ。茶色いお菓子多分みんなよく食べる。みんな食べる、私たちが出たもの食べてる。何が出る？カリント。カリント？カリント？私の国でもそれ食べるよ。ということで、先ほど出来たてのカリントがなんか、そうね、今朝取れた。あれみたいなので、この後皆様に、お客様に配っていただけるという。皆さんカリントどうぞ。ということなので、皆様カリ出来たてのカリント。出来たてほやほや。そのカリントを食べながら次の曲を言ってみたいと思います。病気になっちゃったということで、多分病気になる。ならないでしょう。まあ次の曲いってみましょう。Yeah.
僕はずっと昔から好きになった人のためならいつだって死ねる覚悟でいるつもりなんですが、そんな女性たちの名前を一つ一つノートに記載してます。君のためならいつだって死ねるんです。君のためなら死ねる。
お MC、MC、MC ですか。はい。早いもので残り5曲となってしまいました。私の国では、次の曲が、納豆武器、そしてじいさん、カレー、ホナナ、ラブミーテンガー、あ、違うわ、カレーライス師匠、決別、ラブミーテンガーの、5曲となっております。もうわけがわからない残り5曲となっております。A とかがないんですかね。あ、あ、少しちょっとライトがちょっと暗くなったけどもということで、最後皆さんこの後もかっこいいバンドがたくさん出てきますので、最後まで時間の許す限り楽しんで帰っていってください。どうぞI'm gonna go get some more.
Yeah.
皆さん最後まで楽しんでいってください。